ゴルフチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日は90切りのレッスンをしていきたいと思います。ドライバーですよね。はい、はい、ドライバーです。ドライバーどういうことが今起こってらっしゃいますか。ちょっと飛びが悪い了解です。で飛ばすってことはしっかり振っていっていただくということになると思いますので、ちょっと大体今何ヤードぐらい飛びますか。160から70。それをしっかり200ヤード以上飛ぶようにちょっと頑張っていただきたいと思いますので、はい、では頑張ってやってまいりましょう。何か意識されてることとかはあるんですか。足の方を意識して。足っていうのはこう踏ん張る、はい、あ、そこですね。大事なとこですね。お願いします。9お願いします。はい、はい、いやもう結構200ヤード以上飛んでらっしゃると思います。飛んでらっしゃると思います。220、30飛んじゃってらっしゃるんじゃないですか。はい、もうなんていうんですかね、僕ご指導することがほとんどないと思うんですがまずすごくいいと思います。ここは入らないとちょっとコイは飛んでいかないと思いますので、そのままちょっと続けて、はい、意識していってください。これも腰の帰りの回転すごくいいです。めちゃいいです。はい。はい。OK ですね。できる限り、このお腹の筋肉と、内側で体をぐっとこう、なんていうんですか、しっかりぶらつかないようにしっかり振っていただきたいと思います。あ、そういう感じでいいと思いますので、はい。うん、いい感じです。なんか全然200、230、軽く違うんじゃないですか。はい、と思いますよ。はい。よく触れてきてらっしゃいますね。よく触れてきてます。よく触れてきてます。はい。で、ちょっと一度お借りしてよろしいですか。ちょうどそこでちょっとご覧になっていただきたいんですが、もうかなりテイクバックもいい感じに体のねじれが使えてますん で、こっからあんまり手でこう下ろそうとしすぎるとちょっと手にこう当たるというか強く、ここにしっかり当たりすぎてらっしゃるようには感じる時がありますね。深く入っていただいて、このままできる限りお腹で戻していきたい。そこを手でガッと下ろしすぎるとこういう感じになりすぎちゃうかな。これもちろん飛ばしていくときに必要な動きなんですけど、どちらかというともうしっかりかぶってきたら、なんですか、体全体でぐっと向き変えていくぐらいの動きでもいいのかもしれないですね。これもう体でぐーっとこう振っていってますんで、これが途中で緩んじゃうとってなるんで、これもちょっとあまり良くはないんですけど、今かなりいい感じでできてらっしゃるので、できるだけ手に頼らずにスイングしないと、逆に飛ぶようになってきて手に頼るとちょっと安定感がなくなると思いますので、はい。足だけ。うん。お腹の筋肉使ってぐーっとでそのまま。そう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 。あんまり手で打ち込みに行く必要ないと思いますので。手がついてくる。そうですね。もう体のこう。こういう動きについてくればいいと思いますので、手は伸ばせる。はい。で、ぐーっとそのまま。そうそうそう、低くなったら全然いいと思います。もうティーアップしますね。そのまま動いてみてくださいね。OK です。はい。今、
なんかファーンって触れた感じがするじゃないですか。勝手に走った感じしますよね。それが、なんていうんですか、手の力では走った感じは出ないと思いますので。体でいってください。で、そのまま。あ、そうそうそう、もう多少、あの、つけても、引っ掛けてもいいんで、体全体スパーンと振り抜けれるように頑張っていってください。はい。OK です。またちょっとお話しよろしいですか。はい。またかよっていうつもりなんですけど、全然手も使うんですけど、ボール打つために使ってなくて、体のねじれて使っていってますんで、結構楽にはいけますね。だんだん触れてきますね。250ぐらいは絶対目指していただかないといけませんね。はい、行けましたね。今結構走りましたね。木の下まで行けるようになってきましたね。はい、もうあの最後に木の下に向かってですね、でもかなり触れてきましたね。はい、良かったですよね。良くなってこられますんで、そうしたらもう全然当たる感触変わってこられるはずですので、多少あの老けても全然いいですね。思い切ってスイングしてください。あ、もう帰る。なかなか熱が出ます。オッケーです。老けてもいいです。老けた時はまだ若干体がこうお腹の筋肉緩んでますので、ぐっとこう殴り切っていってください。惜しいです、惜しいです。あれをもっと引っ張っていければもう完璧ですので。手前入ったでいいです。そのぐらい振っていっていただければ感じは良くなってこられると思います。結構触れてきましたね。触れてきましたね。力強くなってきましたね。オッケーです。多少もう吹けても全然いいです。もう一回ちょっとじゃあご覧になってください。今度はちょっとゆっくり動いてみますね。クラブはゆっくり動かすんですけど、体は動きますからね。いきますよ。で、そのまま。これ全然ゆっくりじゃなかったですか。普通に振ったじゃんって。ごめんなさい。これもでもなんかそんなに力はどうでしょうか。結構いい感じで、絶対あのやっていただけますね。僕ができることは全部できますんで、はい、ではもう一回行ってみましょう。ちょっとボールティーアップしますね。あ、OK です。よく動きましたね。根っこまで行きましたね。行きましたね。なんか嬉しいですね。もう思い切って体全体でいてください。で、ずれた時は多分力が緩んだ時とか分かると思いますので。よく飛ぶようになってきましたね。見てると僕が気合が入ってきて、僕が打ちたくなってきますんで、気持ちいいですよね。思い切り触れてスカッと当たるとめちゃくちゃ気持ちいいですよね。で、やっぱりその感触っていうかですね、それをどん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 こう味わっていただくと、もうそれの虜になられると思いますし、感触かなり良くなりますので、あ、もう絶対できますよ。僕ができるのは全部できると思いますんで、はい、はい、じゃああとラスト3つやっていただいて、ちょっと総括させてください。
OK ですよ、OK ですよ。で、思い切ってお腹の筋肉でグッと回してください。手でいくと、ちょっと、腹気味になったりしやすいですし、T に当たりやすいですので。では、ちょっと今日のこう総括させてください。どうぞこちらお越しください。はい、やっていただいていかがでしたか？足とかに力をなんかしっかりためて、はい、足と力をためる、はい、そこ大事ですし、やっぱり90切っていっていただくためにはボールがやっぱ飛ぶ方が絶対いいですし、はい、楽しいですしね、気持ちいいと思いますので、はいはい、しっかり振っていっていただきたいと思います。またこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。